ケさんに値段聞いてください。はい、じゃあどうしましょうかね。私はご注文あのホットでホットコーヒーです。なんかいろいろありますよ、メニュー。はい、お食事はお済みですか、皆さん。あ、はい、お食事もできますし、飲み物だけでも。私はホットで、私はね、そちらちょうどこれが33年の時なんですよ。あ、これ、え、これ平田さん。あ、これそうです。あ、ね、33年。あ、それから笹川さん。グアバー。はい。監督腕子です。あ、僕もこのグアバーベリーアップ。これうちの会長、会津漫画研究会。そうでね。はい。これいいですね。And I'm taking the ruby, so you can blink as a proof, please. Yeah, yeah. This is very 貴重なフィルムね。これ一部これをカットしたんだ。まあ本当だ。昭和34年4月3日。あの生まれて初めて写真にサインしたんです。遺族持ってないです。これは。ある暇ないですよ、だって。当時僕帰ったら1日1時間しか寝ないですからね。サインだった。これ会津に連れて行ったから。会津のホテルで、まあ、地元の人がもう精神。めまいわ、そうだよね。金庫の中に50年入ってました。これはすごいな。あのね、これ50年でしょ。はあ、いや、これは鳥肌立ちますね、本当に。これ、サインよく筆跡鑑定してください。筆跡鑑定ね。これ本物の。確かに。ね、これ証明書ですから。こうですね。はい。ね。これがアトム。あげよう。アトム、アトム。あげよう。先生、実は昨日アニメ協会の中島理事と、はい、あの僕の親友の松木君というのと話して、あの10組のうちの一つ入ってくるで ルーブルで、あのこういうのを展示をやれるように動きましょうということで、今ルーブル美術館で先生に話して、もうアニメ自体はもうすごい、そういう人類の資産だということで、これ10組ね作ったんですか。これマネージャーだ。これが10組。10組だから、胡錦涛、ね、李克強、李寧、今度はちょっと、はい、まず、まあ、とりあえずプレゼントが先で、お話はこれから。いや、これはもうちょっと鳥肌立ちますね。立って当然です。あ、なるべく売らないでください。いや、お金になります。今日いただいたんですか。あ、すごい。1枚、この前だって500万だったじゃないですか、テレビ。コピーのコピーですね。しかもね、手塚治虫の息子があるわけないんですよ。だって、もうね、はい、これ書いた時はまだ生まれてませんから。ああ、まあ、誠さんね。私しかいないんだから。はい、会津若松ホテルの長崎ですからね。じゃあ、一応これ、挟んでおいてください。どうやって保管してたらよいのやら。額に入れて飾っとけばいいやん。日の光が当たってもね。今、あの金庫の中に私は入れといてある。ほら、大事な人にだけやってくれってことで、10枚ね。昨日話してたのは、うん、やっぱりこういう非常に貴重なものはマスターピースで、国として保管するところを設けなきゃいけないんだろうと。で、それに対して原本をレプリカで。そんなものはどうでもいいだろう。それもうめちゃくちゃ持ってる。あ、全部注文。でもフランスは日本アニメ評価高いからルーブルっていうのは。ルーブルあるや、本当にあるなんですね。本当にね。まあ、私は今大事な中国と。